はい、こんにちは。かすまた博物館です。ということで、本日はこちら。ポケモンですね。どう見ても。一面がポケモンになっております。えっ、ー、と、サブチャンネルの方に、こちら。はい。こちらのガチャガチャをね、やってみた。この動画を上げてますので、まずそちらをね、見ていただければ、続くかなと思います。そして、今回は、僕のね、昔を振り返るということで、過去を振り返るということですね。えっ、ー、と、まあ前回もこの、 アドバンス SP 見せましたけども、僕はね、やっぱポケモン普通に大好きでございました。もうこんなにね、ポケモンいっぱい付けちゃうぐらい、シール付けちゃうぐらい大好きでしたね。で、えーっと、まあ普通にね、まあ僕ら世代だったら小さい時やっぱゲームって言ったらポケモンですよね。一番最初やったのはね、多分。小学生ぐらいかな。で、その時にね、もちろんね、このような感じでグッズとかにもハマってて、多分一番懐かしいのはこれじゃないかな。もうそこにも付いてますけど、ポケモンシールですね。 えーと今、今今はもう全く多分売ってないと思うんですけども、ポケモンのパンってのがあって、確か、富士パンかな山パンかななんだろう、う山パンではなかったな。えっ、ー、と、富士パンかなうん。パンが1個100円から150円ぐらいの価格帯で売ってて、80円ぐらいもあったかなで、それに必ず1枚、このポケモンシールというものがついてきたんですね。ランダムでですよ。で、これはですけども、特徴がありまして、剥がすと、 このように絵も出てくるし、何度も貼り替えができるんですね、このシールってのは。結構、何度も何度もできる素材になってて、すごいこれ好きだったんですよね。あ、おー、さすが俺。もう、<laughs> もう得意だね、こういうの取っとくのね。そこに貼ってあるね、このブービー。これとかもね、台紙取ってあるんですね。面白いな、本当あ、こっちは、この青い生地の方は、 このようにね、下に絵が描かれてますけども、裏面にね、カードとして使えるよって。ポケモンラッキーデコキャラシール。ただ、こっちのね、青いのじゃないのはね、普通に、ピカチュウプロジェクト。おー、2003年。いいね。やっぱこういうの書いてあるといいね。13年前ですね。はい。ということで、ちょ、1枚ずつね、見ていきましょうと思いますね。ヒメグマ。ちょっと覚えてないな、もうこれはすでに。ふふ。多分ですけど、まあ、ルビサファとかのレベルだと思うんですけどね。パラセクト。 これはもう初期ですね。パラセクト。おー人影かわいいもう完全初期のアニメの頃ですよね。でも、名前のシールがどっか行っちゃってますね。うん。人影。あー、そ、あー、なんてーラプラスおー。お、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 おん、んタッツいないぞ。お、ハクリウもいないぞ。<laughs> タッツとハクリウいないぞ。封 <laughs> 印、封印しないと。どっかで捕まえてこないとダメですね、これね。ほんと、ボドカンポケストップ行って捕まえてこないと。 マリルリー。うーわ、夏マリルでしたっけ小さいやつね。フーディン。かっこいい。ヤース。おー、ヤース。うわ、脅しし、夏あ、このピカチュウもピカチュウザ・ムービー。これも夏いですね。お、ピカチュウ。あ、ピカチュウあ、<laughs> ピカチュウかわいいうわ、ピチュウのレンダだしかも。うわ、めっちゃかわいいじゃん、こんなの。マジでええー、セレビ。意外とあれですね。伝説のポケモンとかはいなかったですが。 これ、やばいっすね。これやばいなぁ。このレンダはやばいっすね。このオコピチューとかマジ可愛いでっすね。いやー、いいもん見れたな、久しぶりに。<laughs> すごい、よかった。もうこんなのにね、やっぱ入れて取っといてあるんですよね。さあ、ということで次。えーと、前回のガチャガチャの続きということで、えーと、このね、こ前回やったこのガチャガチャ。これの続きということで、このね、はい、ポケカン。 おおこれ何でしたっけ鬼スズメでしたっけオオスバメ。どっちオオスバメ。これカメックスですよね。ポケカンコレクション。100円だか200円だったかなこれ一回ね。カラビナ付きっつってね。はい。こっちはアドバンスジェネレーションのリザード、シゲソーカメールでしたっけはい。そしてこれが、えっ、ー、と、ジュカ、ジュカイン。ジュカインかなジュカイルんえっ、ー、と、これが沼ゴロかなうーん アチャあちゃも、あちゃーもバシャーもか。あバシャーも最後あちゃも、あちゃ、あちゃも。あれ中考えてた。<laughs> 忘れちゃいますよね。そして中。このようにね、昔の、昔のこれが入ってるわけですよ。これっす、これっす。もうこれがね、あるからやっちゃったんですよね。ガチャガチャもね。これっすよ。夏。さあ、全部見ていきましょう。 うわ、めちゃくちゃ重いわ。今のめっちゃ軽いわ。ちっちゃいし。はい。ちょっとどうしよう。とりあえず同じやつ。これ。はい。なんでしたっけレジ、レジスチルかなこれ、多分。で、これがレジアイスだよね。レジアイス。うん。レジスチル、レジアイス。なんか銅の感じ、銀の感じがすごいですね。今のと比べるともう、全然なんかもう、古っ。<laughs> コダックやば。 <laughs> 石像やん、コダックマジで。目がないおかげで。これやばいで。石像やん、ほんと。あ、これはこれあれだね。こいつらだね。これはこいつらだね。これがこれで、これがこれだね。うん。金色。似てるね。立ち、立ち方とか立ち姿がね。うん。そして、お,おあ、同じやついた。同じやついた。2個持ってるみたい。2個持ってるみたい。 そして、あ、これもそうじゃん。こいつだ。沼五郎かなねなんか横たわってて面白い格好してますね。あ、でもこの銀は結構もうこれに近いですね。これはちょっとツヤがありすぎですけども、新しい方はね。新品なんで。結構近いですね。さあ、そして、これは何だっけかなこのなんかでかい口のやつ。なんか、ねなんだっけこれ。パクって食っちゃうやつだよね。はい、あとはこれ。 こっちが何だか思い出せないけど、こっちはポワルン。俺ポワルンめっちゃ好きだったんですよね。これ書くのが好きでしたね。これもなんだっけか。なんか忘れちゃいましたね。とりあえずこんな感じ。はい。これ一回100円だったんですよね、昔からね。で、そして同じガチャガチャ系統で行くと、これかな。これ。これがもう一番の思い出ですよ。一番の思い出。もうこの前友達と電話してね、話しましたけども、このね、メダル。 めっちゃいいんすよ。一回100円。これでめっちゃ遊んだなで、まあレアというか、もう2種類ありまして、こちらですね。はい。なんか、普通のメダルと、ちょっとね、こう上に加工された、なんか、色がついてるバージョンがあるんですが、これはですね、温度によって色が変わるんですね。ゴリ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 。めっちゃね、温めて、温めて温めて、 温めると、色が変わるんですよ。はい。こんな感じ。全然わかんねえじゃん。<laughs> ちょっと待って。もっとね、もっと本当に変わるんですよ。いやー、ちょっと微妙やななんかちょっと縁がね、緑色になってきたんですが、緑になるんですよね、確かね、これ。覚えてるかな昔持ってる人は多分覚えてるかもしんないけど、あんまなんないっすね。まあでもこのラティオスとかと比べると色違うのわかりますよね。はい。 そういうやつです。で、これをね、本当にね、やっぱ小さい時お金ないのにやっちゃうんですよね、ガチャガチャね。本当に。学校の帰り道にやってたかな。いけないぞ。寄 <laughs> り道はいけないぞ。<laughs> で、えっ、ー、と、色が変わるやつは全部で、えっ、ー、と、ここにあるので、7つかな。7つ。でね、僕が多分この中で間違いなく一番好きだったのは、この、ボーマンダーですね。うん、ボーマンダー。あ名前書いてある。樹海。 じゃあ違うね。ジュカイルかな。ジュカインが一番最終形か。鬼氷もいますね。鬼氷も。ラティオス。やっぱね、伝説のポケモンも多分好きだったと思うんですが、やっぱ普通にボーマンダーかっこいいしね。強かったしね。うん。こんな感じですね。色やっぱ違いますよね。うん。色変わるんですよね。はい。そして普通の方もね、結構いっぱいいまして、多分この上についてる、この色 赤と青みたいな。これ多分ルビーサファイアっていう意味だと思うんですよね。わかんない、わかんないけど。忘れちゃったけどね。ついてないのもあるので、ちょっとなん、なん、なんだかわかんない。ついてないのこいつらいるんですよね。メ,メタグロス夏めっちゃ使ってる気がする。おにごり。ねえ。あ、これださっきのやつ。こ、ココドラ。ココドラ。あー、覚えてねえなぁ。あ、違うね。ココドラじゃないね。これはね。似てますね、でもね。違うね。 ああ、暑いね。本当にね。こういうのを振り返るとね。バシャーモあ、バシャーモあ、バシャーは最終形か。これは何だでしょうね。またアドバンスジェネレーション。結構好きだったんですね。この時代。やっぱ2005年とかかな ?2003 年。さあ、そして、まだまだ振り返りますよ。まだあります。こちら。おー、これ何でしたっけもう、これなんだっけか。これは、ダイヤモンドパールかな多分。 わあビチュだかわいい。何の景品なんでしょうねこのね、首、首飾りみたいなね。何なんでしょう。さあ、ただ、あ、これもある。あ、これ多分セブンイレブンの景品だな。うん。あ、ギラティナギラティナアナザーフォルム。ああ。これ確か走るんですよね。あ、そうそう。顔をね、動かしながら走るってやつですね。で、こっちの方は、 ピカチュウが、尻尾をめっちゃ振るっていうね。かわいい。<laughs> はい。そんな感じでございました。さあ、そして、これ。指人形みたいなやつですね。100円ぐらい。昔は100円ぐらいでさってた。今は多分150円とか。今最近出ないっすよね。売ってんのかなシギパン。バナバナー。カメックス。かこ、のやっぱこれいいですね。まあ、ウルトラマンのフィギュアとかも今出てますけども、こういう指人形ね。ミュウツ。 すげえかわいい。フーディンいいね。何年だろう。うーわマジで <laughs> ?1998 年かなこれ。マジか。これは2004年って書いてあるよ、ね。セミウツーね。これは ?2004 年。これも2004年。えこのフーディンめっちゃ古くない <laughs> もう20年戦士じゃん。すげえ。 カイリュ竜は2004年。カイリュ竜可愛いね、なんかね。ぽっちゃりしててね。ニドリーナでしたっけ、これ。ああ !1996 年嘘じゃんマジでそんな持ってた俺。えだって俺生まれた1992年だからな。そんな持ってたわけないよね。違うよね、これ多分ね。これ何でしたっけめっちゃ使ってたな、これ本当に。普通に。デッキっていうか、チームにも入ってたな。 二段階に進化するやつですよね。一個から、なんか二人に進化して、そのうちの一匹ですよね。おー、ボーマン画。かっちょええー、このボーマン画。これ何のシリーズだったっけかな ?300 円ぐらいのやつだったかななんかね。そして、お、来たサーナイト。あー、すごい <laughs> これはすごい。キルリアと、何でしたっけうわ、三段、三段階ですよ、これ。 今もうね、メガサーナイトとか出てるぐらいだから、これ超レアじゃないめっちゃすごいよね。うわーこれ頭の先の割れは、あれかなもともとかなすげえ。でもこの3段進化いいっすよね。こんなのあるんだ。すげえ。あ、なんだっけこれ。名前が出てこない。懐かしい。でも。あ、これも懐かしいこの2人ね、めっちゃ夏。あ、ちょっと待って、かわいそう、かわいそう。 メタグロスの手しかない。あ、違うね。これ、メタグロスの手じゃなくて、これは、メタグロスの前かな。確かこんなやつでしたよね。メタグロスの前かな。これは何だろう。あ、これかなあ、これだ。すごい。主バ花だけ特殊。<laughs> 座付きそして、なんか人影の、み、んプチキャラ。人影の、ブルークリアバージョン。 怖いね。<laughs> そして、これはなんか、空手家みたいななんかね、確かそんな感じでしたよね。さあ、最後。結構もう振り返りましたね。これでございます、最後は。じゃん。ポケットモンスター・アドバンス・エデンション。革命列伝、回第3弾。メン革命第3弾。そういう意味の革命なんですかね。どうなんでしょう。えーと、こちらは、えっ、ー、と、 まあ、メンコって書いてあるんでね。2005年、メイドインジャパン。はい。メンコですね。全130種類。やば <laughs> もうマジでやばいで、ね、130種類とかで、ね。俺多分フルコンプしようとしたんだろうね。小さい時でもね。得意だから。うん。それがこちらですね。はい。まずじゃあ、レアじゃない、普通のね、ノーマル。これやばい確率よね。98種ノーマルだからね。130種類中。大体、どうだ 130分の100として、ええー、と、50。65分の50。えほぼじゃん !80% ぐらいはもうノーマル。マンキー。ロコン。ガルーラ。裏面はでもね、なんかこうちょっとね、金に施かされてるんですよね。この影がね。うん。そして、ブルー。これあれだスリーブ半分に切って入れてる俺。面白い。 ワンリキー。ホうナッツピジョッツ。モルフォン。スピアー。プグリン。うわナッツハスボウ。ドクラゲ。トサキント。ブリンミドクインか。ミドクインだね。そして、マルノーム。うー、ん、わナッツアーボック。ヤドン。そして、ハリティアマ。あー、いたねーこのやつ。 はい。ノーマルは全部で15枚ぐらい。はい。15枚ぐらい。さあ、レアいきますよ。こっから。水ゴロちゃんとね、金のスリーブに入れてあるところが面白いですよな、ね、俺ね。はい。この縁というか、名前のところが金で、こう、ちょっとね、ずらすと、やっぱ、ホロしよみたいに、ちょっと、若干ホロじゃないか。白押しキラーね。白押しになってるのがわかりますね。水ゴロそして、キングドラ。おー。はい、ブースター。 そして、おおスペシャルメンコっすね、これ、白押しホロー。手置きし、そして、ミュウツー。やばいね、白押しキラーね。てか、俺やばない。5種のうちの2種持ってるってすご <laughs> すごいね。これは多分集めたくなったんだろうね、当時で、俺で。うわーと思ったんでしょうね、これね。実際多分メンコとして遊んだことは多分一度もないと思うんですけども、あの、遊ぶ相手が確か、当時、これを買ってくれる人がいなかったんでね。 <laughs> なんか僕多分こういうの、あの、人に貸したくなかったんでしょうね。わかんないですけど。はい。ということで、一通りね、僕のこのポケモングッズたち。懐かしかった。本当に。友達と一緒に見たいよね、やっぱね。当時一緒に遊んだね。うん。はい。ということで、もう最高でしたね。楽しかった。皆さんも懐かしい方はいるかもしれないし、初めて見たっていう方もいるかもしれないですね。やっぱり世代が世代なんで。 はい。ということで、今日はポケモンのおもちゃを振り返りました。いやー、楽しかった。いや、いろいろとね、他にもね、懐かしいおもちゃっていうか、ものがたくさんあるんで、そういうシリーズもね、やっていけたら、もうだんだん発掘できてね、やっていけたらいいかなと思いますので。それでは、また明日。